こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。秋の土用期間に入りました。土用期間は年に4回ありますが、以前の動画でも他の季節の土用期間についてもお伝えしていますので、よろしければそちらもご覧ください。でこちらは、ベランダで咲いた秋バラです。秋の土用期間は夏の疲れも出る頃ですので、あまり無理をせず私はゆっくり過ごすように心がけています。実りの秋で美味しいものもたくさん出てきますので、体に良いものをいただきます。アロマやハーブも秋の夜長のリラックスする時間に活用するのもおすすめです。こちらの赤い実のように見える、これはつぼみなんですけれども、これはハーブティーでよく用いられるハイビスカスティーの、ハイビスカスティーに使われる植物です。ハイビスカスというと沖縄に咲く、頭に飾りにつけたりする綺麗な大きな華やかな赤いハイビスカスを連想される方も多いかと思いますが、こちらはハイビスカスローゼルといって全く違う植物です。学名はハイビスカスサブダリファです。ハイビスカスという名前は神に捧げる花という意味合いがあります。ルビーレッドの魅惑的な色と爽やかな酸味を持つローゼルは栄養豊富で美容と健康に良いハーブです。栽培することで CO2 を削減するための地球温暖化にも役立っています。地下水や土地を浄化する能力があると言われて、地球にも優しい植物です。古代インドやエジプトの王家では不老長寿の秘薬として女性の美容には欠かせないものでした。クレオパトラも愛用していたと伝えられています。生産国ではローゼルの種子は炒めて食用、萼は煮出して飲用、葉っぱはサラダや煮込みなどで食べられて無駄なく利用されています。ローゼルにはビタミン、ミネラル類やアントシアニン、色素、ペクチンなど美容と健康に良い有効成分がたっぷりで、クエン酸、リンゴ酸などの有機酸を多く含んでいます。アントシアニン系色素は抗酸化物質のポリフェノールの一種です。活性酸素の生成を抑制して血管をきれいにする効果や炎症を抑える効果があります。またカリウムを多量に含み利尿作用もあるので、二日酔いやむくみの改善にも効果が期待できます。またローゼルには天然酵母がたっぷり入っています。発酵を生かしたレシピもいろいろと楽しめます。こちらのローゼルはドライハーブでよく見かけますが、今回このようにブレンドしていただいています。このブレンドはこちらがローゼル、真ん中がマイカイというチャイナローズのつぼみです。でこちらがボーボー茶といって中国茶なんですが、体に良い成分を持つ発酵緑茶です。で少しだけ、金木犀のお茶も追加しました。ローゼルだけですともっと綺麗な赤色なんですが、ボーボー茶が入ってますのでこのような色になっています。で少しいただいてみます。秋の夜長にほっこりと落ち着くお味です。乾燥してきますので、アロマやハーブのクラフトで、ハンドクリームを作る方も多いかと思うんですけれども、私も水仕事の後に塗るためのハンドクリームを作りました。このような容器に 20ml ぐらいをこまめに作り直しますけれども、今回はシアバターとローズヒップオイルとジェルを機材として、香りはローズやパルマローザ、サンタルウッド、フランキンセンス、イランイラン、ラベンダースピカなども入っています。でとても良い香りがします。このようなヘラで取って、防腐剤など一切入っていませんので、少しずつ作って早めに使い切ります。つけてみます。しっとりとしてシアバターや植物油の配分によってテクスチャーは変えられますので、お好みで、変えられると良いと思います。気分も上がって仕事もはかどります。庭仕事や洗濯物を畳んだりする時には塗ってから手袋をしてすることもあります。これからどんどん乾燥していきますので、よろしければお試しになってみてはいかがでしょうか。ハーブティーやアロマについてのご質問などには LINE のチャットでもお答えしていますので、ご登録されてご質問いただければと思います。先日の動画で
この秋に楽しい企画をしますお伝えしていたんですけれども、実りの秋に日頃頑張っている大人の皆様に楽しんでいただける体験会を行っています。お時間が合うようでしたらぜひご参加ください。概要欄に秋の無料体験会のお知らせも載せています。オンラインでお目にかかれることを楽しみにしています。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。登録をしていただける方が1人2人と増えていてとても嬉しいです。本当にありがとうございます。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。